こんにちは。ありがとうございます。やっほーい。こんにちは。やっほー。今日は青春公園です。しかも個人的には久しぶりの昼夜2回公演です。昼公演楽しかった？嬉しい。ありがとうございます。もう見てくれましたか？昼公演。嬉しい。ありがとうございます。本当に。嬉しいです。ね、そう、青春公演今日はキャプテンも副キャプテンも不在なので、そう、結構変わってるわけでもないけどみんな B2 だけど、そう、今日はそうです、残りのメンバーで頑張ってるんですけど、あの朝からもうキャプテン副キャプテンがいないって、まずてんやわんやでそう、なんかね、あの反省会の毎回ノートを取ってて、そう取ってるんですけど、結構キャプテンとかがみんなで確認することとかをね、こうメモしてくれてるんですけど、そのメモがなくなったってなってそう朝からみんなで探して、見つかったんですけど、そうそうなんです、朝からてんやわんやでございました。そうなのね本当にキャプテンですか、キャプテンって偉大やなって思いました、改めて。ケトは今日の限定でキャプテンダイリーやってます代理って言っても何もしてないけど、そうなの、はい、任してくださいいやいやいや、でもケットがなんかキャプテンとかやってたの、キュンマートとかでやらせてもらってたんですけど、キュンマートとかも先輩方とかがいたから、今の B2 とはまた違う感じ、すごいわ、こんなにいっぱい後輩いっぱいのチームをまとめててすごいなって思いましたここで何グラをしようと思ってて、そう、何グラって、なんか定期的に NMB でお題が出てそのお題に沿ってみんなメンバーみんなでなんか大喜利みたいなんとかやっていくんですけど、今回は、あ、すごいコメントで書いてくださってる方もいらっしゃるんですけど、ありがとうございます。14周年記念ということで、 NMB48 がもうすぐで14周年を迎えるので、それにかけまして14年前の自分に気合を入れるメッセージを手書きで投稿っていう感じなんですけど、はい、14年前、2010年ってことですよね。4歳5歳とかなんですよね。4歳5歳とか何してたっけ。4歳5歳の頃は、え、まだ小学生にもなってないから4歳5歳の頃、あ、でも本当に当時てか、その時からずっとやっぱりAKB48 さんとかがすごいもう大ブームって感じでだったので、なんか結構モノマネしてて、モノマネっていうか
真似してダンスとかはしてたりはしてましたね。なんかクラスの子とかとそれこそマイクがないからマイクに見立ててこうラップのシーンとかでこうマイクに見立ててやってたんですけど、あれですね、14年前の自分にもう15歳やから7年後ぐらいにはラップのシーンじゃなくて本当のマイク持てるよって言いたいですね。そう、ラップのシーンじゃなくて本物のマイク持てるようになるよって言ってあげたい。そうね、ほんまにいっぱい言いたいことはありますよ正直いっぱい書いてくれてるけど、もう日焼け止めしときやとかいろいろあるけどだって入ってきた時のケトはもうすんごい日焼けしてたし、今もやけど日焼けして、しかも自撮りとかもめっちゃなんかめっちゃ暗くて、自撮り写真とかもだから画質もめっちゃ悪かったから、自撮りの練習しときやとかも言いたいし、そうね、ほんまに歌とかダンス習っときやっていうのも普通に言いたいさ、あとは何やろそう、あとはオーディションのダンスちゃんと踊りやとかほんまにケットちゃんと踊ってなかったわけじゃないけど、ほんまにめちゃめちゃ下手やったから、オーディションの時とかはそう、確かにね、勉強ちゃんとしときやとか、ほんまや、いっぱい言いたいことある今からやったら5歳やったら、でも5歳の時とかの方がなんか可愛いものとか好きやったから、それ貫きやとかそう、なんか5歳の時の写真とか見返したら毎回、まあもう昔からずっとカメラ向けられたらピースはしてたけど、ピースとなんか こんなんでずっとこんなんでずっと写真撮ってて、もう今はそんなんしなくなったんですけどその頃の方がアイドルしてたっていうか、なんかピースもなんかただのこうとかやったらいいけど、なんかこうやってこう腰に手当ててなんかそう、なんかほんまになんかすごい時期があったからそれを貫いてたらまた違うケートやったかもしれないですね。おもろいそう、そんなんやってましたね、なんやろうな、ほんまにでも5歳の時のケートはほんまにもう誰もが想像するような5歳児って感じすぐに外に出て走り回るし、なんか泥団子丸めてたりとか一輪車乗り回したりとか、なんかそんなんばっかり外で遊んでた。でもあんまりお家でなんか人形遊びとかおままごととかはあんましてなかったな。やってもなんかちょっとふざけてるみたいな、そう、はい、何々一丁みたいななんか普通のおままごととかやったらなんかおかえりなさいなんちらかんちらみたいな可愛くやるけどそんなんやってなかった。そう、
ダンゴムシ集めたりしてた。セミの抜け殻も集めてたし。そう、泥団子も本気でピッカピカになるまでやってたし。そうそう、泥遊びとか好きやったね。あとずっとこうやってやってトンボを指に集めようとしたり、カマキリこうやって捕まえてたりとか。そう、活発でした。カブトムシも捕まえてたし、川もめっちゃ行ってた。そう、外タイプでしたね。結構外で、そう、野生でした。そうなの。で、今でもダンゴムシは触れます。全然テントウムシとかもいけるけど、なんやろ、カエルとかになるとちょっと難しいかも。そう、小さいのはいける。そう、大きい動物が無理かな。これより大きくなったら無理かも。そう、このサイズよりちっちゃい、そう、ものしか触れないけど。確かに虫とかにしては大きいけど。ザリガニとかもやってた。ザリガニ釣りみたいな、ザリガニつかみみたいな。すごい、なんかめっちゃ練習してる。虫にしては無理か。あ、でもこのサイズの雲が出たらびっくりするかも。でもうひゃーとはならないと思う。分からんけど多分ね。そう、でもそんな活発な人でした。活発な人、うん、活発な子でしたね。ブームは一輪車ブームでしたね。その当時のケイトのブームは一輪車を、一輪車でくるくる回転できるようになるかっていうのと、あの止まれるか、一輪車で手離してそのまま止まれるかっていうのをずっと練習してた。自転車もう乗られへんかも。どうだろう、今乗れへんと思う。その時はめっちゃ乗ってたけど、うん、もう乗れなさそう。自転車は乗れるけどね。ねえ、そう、その時にハマってた。活発でした、本当に。みんなの気になりますよね。みんなのなんか子供の頃っていうか、ちっちゃい頃どんな子だったのか。メンバー同士でもあんまりそういう話とかはしないから、どんな子やったかみたいな。なんかでも今回のこの企画でちょっと分かりそう。どんな子やったのかがね。ではそろそろランキングを発表します。13位陽平さん、ありがとうございます。12位舞さん、ありがとうございます。11位お茶っ葉タイムさん、ありがとうございます。10位ひろあきさん、ありがとうございます。9位新潟のレオナさん、ありがとうございます。8位加藤オーナーさん、ありがとうございます。
7位のりぶんさんありがとうございます。6位おもよこさんありがとうございます。5位くにゃんさんありがとうございます。4位ほりつさんありがとうございます。3位ガチのつりさんありがとうございます。2位ひとつふたつみつさんありがとうございます。そして1位がこれなんて読むんだ、かなおなおきさんありがとうございます。ありがとうございます。スペシャルギフトを送ってくださった皆さん、コメントしてくださった皆さん、見に来てくださった皆さん、ありがとうございました。それではこの後18時からは僕の青春公演です。見てねー、バイバーイ。